8月の台風は風の場が弱いんで、非常に迷走する台風が非常に多いです。こう語るのは饒村曜さん。私たちがよく目にする台風進路図の予報円を作った人なんです。ああ、残念だな。富士山が見えないな。富士山ここなんですよ。で、天気がいいとね、パッと見るんですよ。長年気象庁で台風予報のスペシャリストとして活躍、静岡地方気象台の台長も務めました。県内にも影響をもたらした8月の台風6号。北へ向かっていたと思ったら徐々に西へそれ、今度は一転東へ、さらに90度直角に曲がって再び北へと迷走を続けたのです。気分屋のようにも見える夏の台風、これには訳がありました。台風6号は上空で台風を流す風の場が弱かったんで、フラフラと動いたと。ちょっとした上空の風の流れによって東に行ったり西に行ったりとしたと。まだまだ続く台風シーズン、備えに役立つ進路図の見方とは。台風のニュースでよく見かけるのがこちら、予報円と言います。この形になって今年で41年。その前はこうでした。扇形と言いますか、台風が右に行くとこの線、左に行くとこの線ということで、ちょうど扇のような形での予報を出してました。で、速度については分からないということで、いい加減に線を引いたと、こういうところです。3、2、1、全システム準備完了。台風の予報を劇的に進化させたのが気象衛星ひまわりです。1977年ひまわり1号が撮影し、初めて地球に届けた雲の写真がこちら。これが最初の写真なんですね。はい、あれから40年。ひまわりの進化とともに台風の進路予報は精度が飛躍的に向上したんです。予報円が最初に採用された昭和57年頃ですと、進路予報は24時間先まで、つまり1日先までしか予報できませんでした。それでも誤差が200キロぐらいあったんです。で、今、台風の1日先の予報ですと80キロぐらいです。予報の誤差、つまり予報円の大きさが、40年前は関東から滋賀県の琵琶湖くらいまでがすっぽり入るほどだったものが、今では静岡県ほどの大きさまで小さくなり、予報精度が格段に高くなったのです。さらに日本付近だけに関して言うと10分ごとです。10分ごとに観測をして、細かい雲の動きなどが分かり、台風周辺の風の詳しい分布も計算できる。これによって台風6号のような細かな動きも正確に観測できるようになったんです。ところでこの中心の線、どうやって決めているんでしょうか。いわゆる台風の目の位置ですよね。はい、そうなんです。正確に言うとですね、台風の気圧が一番低くなる点を台風の中心と呼んでいます。まあ、多くの場合ほとんど目なんですけれども、じゃあ目のどこかということになると、目の中でも一番気圧が低い場所を中心と呼んでいます。